かご、クリハです。クッキングシミュレーターお菓子作り編、続きをやっていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。前回はチョコケーキ、違う、クッキー、チョコレートクッキー作っていきました。いい感じにできました。なので今日はニューヨークチーズケーキ作っていこうと思います。その前にまずいろいろ補充しましょうね。よいしょ。そうだな。調整させるものは調整しようか。エクレアの、ちょっと待って。よいしょ。よいしょ。チョコチップクッキーでチョコレートケーキか。チョコレート。よいしょ。これ、これがエクレアドーナツザハトルテ。ドーナツだ、ドーナツ。欲しいのドーナツ。これ混ぜっこできないんだよね。捨てるしかないのかな。全部ね、混ぜればいいのか、こっちで。本当に140度で1分50秒。140度で1分50秒。はい、いってらっしゃい。君は、ザッハトルテ。君はザッハトルテ。なはず。ザッハトルテ、チョコで、チョコッと。チョコだけに。チョコッと。チョコだけにチョコっと。これなんかデザインさ、はい、久しぶりのトゥッ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 トゥ、ニコちゃん。まあく、いや、かわいい、かわいくね。はい、でどうしようかな。ホームメイド、お部屋探しはホームメイド。ホームメイド同士さ、多分これ両方ともチョコチップクッキーだよね。そんな気がする。チョコチップクッキーはエクレアの左、これチョコチップクッキー。ちゃんとした生地になってればこうやって当てるだけで見えるんだけどね。よいしょ。はーい。150度で1分20秒。150度で1分20秒。いってらっしゃい。よいしょ。で、レーズンが、これ。レーズン減ってきたね。よいしょ。あー、待って。160度で1分20秒。160度で1分20秒。よいしょ。よいしょ。160度で1分20秒。よー。よいしょー。で、これは美味しくなさそうなドーナツ。え？待って。ドーナツが消えた。ドーナツが消えた。台の下に吸い込まれてった。あ、こんなとこにお鍋があった。美味しくなさそうなドーナツ、美味しくなさそうだったから逃げた。逃げた。型買おうか。
ドーナツの焼き型、これか、穴が開いてるやつか。穴が開いてる。2個買おうか。ああ、びっくり。母びっくりした。そうこうしてたら、チョコチップクッキーができましたよと。はい。レーズン、くるみ。ちょっとくるみ捨てるか。巻きチョコレート。よいしょ。もうちょっと、あれ？今反応せんかったな。もうちょっとなんか、降らす範囲を狭めたら、いいのかな。よし、美味しくなさそうなチョコチップクッキーができたよー。はい、ありがとうございます。うん。ドーナツはエクレアの隣。うん。よいしょー。一番下、違うな。一番上がいいか。よいしょー。140度で1分50秒。40度で1分50秒。よいしょ。140度で1分50秒いってらっしゃい。これはレーズンだね。これはレーズンです。よいしょ。レーズン。レーズン。美味しそうなレーズン焼き上がりましたよ。レーズン。そうなレーズン焼き上がりましたよ。で、前回の続きやろう。新しいの作るまで前回の続きやろう。これ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 。ザッハトルテが結局の小麦粉、グラニュー糖を生地かな。で、これをヘラで混ぜます。あれ？あれ？ザッハトルテがずっと失敗してる。失敗してる。ザッハトルテどうしたの？何が起こったの？あなたの身に。ザッハトルテの身に何が起きたの？
160度で4分50秒、160度で4分50秒、まあ、とりあえず新しいやつ作りましょう。ニューヨークチーズケーキ、バターを 200g 60秒溶かします。バター 200g を60秒溶かします。ビスケットのくず 200g、おそらくですが、ビスケットのくずも向こうにあるんだけど、多分こっち使うのが正解な気がする。ビスケットのくず 200g。はい。上白糖15。危ない危ない。上白糖15。で、焦がしたじゃない、溶かしたものを入れて泡立て器で混ぜます。よいしょ、はい、泡立て器でこれ入れ、これはあれですね、あのチーズケーキの底の部分になるタルトのやつってことかな。プラス、いいですね、ニューヨークチーズケーキのクラスト、はい。でフィリング作ります。クリームチーズ500、よいしょ、クリームチーズが500、ここに出てるのは何、マスカルポーネ、クリームチーズ500、2つですね。これをヘラで混ぜます。よいしょ、ヘラで、まあ、いいか、イントネーションの違いは。ここに、塩5、グラニュー糖250、グラニュー糖250、はい、ケーキ用の小麦粉50。これケーキ用じゃない説あるよな、バグっちゃって。嘘かな、ケーキ用の小麦、なんか、わからんな、なんだっけ、ケーキ用の小麦粉50、はい、でヘラで混ぜ合わせ、危な勢いよく振り返りすぎたよね。500、塩2、グラニュー糖1個、でヘラで混ぜます。よいしょ、でここにレモン汁20、レモン汁を20、よいしょ、ういレモンゼストが20、よいしょ、でバニラエッセンスがなくなっちゃったんで、バニラエッセンス買いましょうか。バニラエッセンス、とりあえず1個でいいか。バニラエッセンスは10ですね。うい、でヘラで混ぜ合わせます。よいしょ、ヘラで混ぜ合わせます。サワークリーム250、マスカルポーネだったサワークリームないね、サワークリーム、これか、よいしょ、あ、固形だと思ってた
250だから1本丸々ですね。で、卵が5個。卵1、2、3、4、5。で、ヘラで混ぜ合わせます。ヘラで混ぜ合わせます。で、これでフィリング、とやらの完成なはず。よし、OK。成功した。長い焼き型。長い焼き型なんだ。これ、丸っぽいけど長い焼き型なんだ。長い焼き型に移しますが、17かな、割合的には。17でいってみましょう。で、これ焼くだよね。ベイクドだよね。ベイクドですね。150度で3分10秒。150度で3分10秒。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ぬりぬり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 。なんで？あ、びっくりした。ペキマークついたからなんで使えへんのと思っちゃった。よいしょ。よいしょー。あー、いっちゃ。あー、どうしよう。よいしょ。ふん！よし。ふん！ぬりぬり。ぬりぬり。こっちレーズン、こっち空っぽ。よいしょ。あ、ちょっとやっぱカラフルにはなるね。振りかけたことによって。美味しくなさそうなのできましたよ。よいしょ。よし。ザッハトルテを結局の小麦粉右側の2番目の子にしてやってみるか。いや、成功したから絶対大丈夫なんだって。バターチョコレート200、バター200だよね。バターは200、ダークチョコレート200。いいですね。よいしょ。ふん。で、卵4個を黄身と白身に分けます。ちゃうちゃう、ちゃうちゃう。
バニラエッセンス5。よいしょ。バニラエッセンス5で、黄身。よいしょ。溶かしたやつ。バニラエッセンス5、黄身。溶かしたやつ。をヘラで混ぜます。え？貫通してる。これ失敗したかもしれないもん。これは後で使います。で、白身、殻に白身と塩。よいしょ。塩は 2g。で、ヘラで混ぜます。ヘラで混ぜます。で、塩の小麦粉が500。こっちにしましょうか。塩の小麦粉500。グラニュー糖150。で、生地を入れて、よいしょ。よいしょ。生地を入れて、ヘラで混ぜます。なんでや？あれなんで？ザッハトルテだけうまくいくか、また何か原因があるんだろうか。ザッハトルテだけ増えてく。お、で、これがニューヨークチーズケーキ。あ、美味しそうに、ちゃんと煮そうになってて。ニューヨークチーズケーキ。ベリーがさ、かかっててるんだけどさ、かけれるの？シリンジだと中入れちゃうよね。チュッチュするのかな。チュッチュ、どれでチュッチュしよう。ストロベリーちょっと違うよね。これで赤い着色料を入れんねん、入れんねん。不思議な動きしたな、今。なんか違うな。まあでも味は悪くないだろうからいいでしょう。で、ヒップさんどうしました？あー、はいはいはい。デコレーション失敗しとるやろ、絶対。はい。絶対デコレーション失敗してるでしょ。あ、成功し、ん？え？一応お金もらえたけどさ。もうここデコレーションはいいよ。え、星型だったよね。星型だと思うんですけど。何がわかんかった？わからんね。わからんからいいや。そのうちわかるやろ。そのうちわかるやろ。そうだな。あとチョコチップクッキー。チョコチップクッキー。チョコチップクッキー。どれ？チョコチップクッキーはエクレアの左。これだ。チョコチップクッキーのさ、型と
さ、なんだっけ、あとこれだっけ、長いクッキー用の焼き型、これと丸いクッキーの焼き型、これか、これを一個ずつ補充して22にしましょうか。はい、ありがとうございます。よいしょ、これエクレア、エクレアこれでいいね。で、エクレアの隣、これまだ残るか、お前150度で1分20秒、150度で1分20秒、いってらっしゃい。150度で1分20秒いってらっしゃい。丸い方で、よいしょ、よいしょ、150度で4分50秒、150度で4分50秒いってらっしゃい。君なんだったっけ君ザハドルテが、君ザハドルテだな、多分。チョコしかわからんけど、多分そうだな。よいしょ。よいしょ。ザハドルテちゃんはお顔に模様をかけましょう。ちょっと上手にできなくてごめんねっていうか。そこやないで、ね。よし。よし、美味しくなさそうなチョコチップクッキーができましたよ。チョコチップクッキースクープももう一個ぐらいあった方が楽かな。長い目で見りゃ安上がりなんだけど、よいしょよいしょ、また次回にするか。よいしょ。よいしょ。使い切っちゃおうか。なんで置けんのここに。おかしいやろ、そんな絶対おかしいやろ。よいしょ、あれかな、ラス位置だけ置けない仕様なのかな、わからんね。よし、
と、じゃあチェリーパイ、パイのクラスト、ペストリオの小麦粉300、あ、これあえて倍作ってみるか。前なんかちょっと微妙だったけど、今ならうまくいくかもしれないね。間違えた。ペストリオの小麦粉だから600入れてみるか。はい、600入れたよ。でバターが200、バターが200、はい、よいしょ。フックで混ぜます。水が200の使用順、水が200、よいしょ、こっちだ、よいしょ。塩が10、ヘラで混ぜます。これでうまくいくんだったら量産しやすいものが増えてくるはず。横着しちゃいかんのだったらちょっと考えるけど、これで、パイのクラストができるはずです。お、いいね、いいじゃんいいじゃん、よいしょ。じゃあ、でもここはちょっと忠実にやった方がいいの。あ、でもどうなんだろう。鍋に水200やってみるか。200。水しか入ってないよね。で、さくらんぼが200。これめんどいな。1個ずつしか買えへんのかな。20個いるから、で19個だったから21個買い足せばいいのか。さくらんぼ200、いいですね。で、グラニュー糖150、あ、ちょっと待って、グラニュー糖150だから300か。ほい。でシナモンパウダーが10、200、300、200、シナモン中で30秒茹でるんだけど、単純に倍にしたら60秒な気もするんだけど、ちょっと30秒で様子見ましょうか。よいしょ。栄養が強化された小麦粉200、栄養が強化された小麦粉200、よいしょ。ヘラで混ぜる、ヘラで混ぜる、やっぱ単純に、ちょっと待って、これさ、待って火入ってなかったとかそういうのある？ヘラで混ぜる、
やっぱり1分かな、単純に倍かな。それがうまくいかないんだったら鍋2つにしてやるしかないよね。グラニュー糖がさ、全然溶けきらんやん感じになってるよね。よいしょ。よいしょ。さあ、うまくいくのだろうか。あ、良さそう。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、オッケー。うーん、焼くか。よいしょ。150度で4分50秒。150度で4分50秒、いいってらっしゃい。ティラミスは割とうまくいってたよね。で、焼きドーナツ、揚げドーナツもうまくいってた。パンもうまくいってた。ブラウニーうまくいった。ブルーベリーパイのフィリングを作るか。パイはいいもんね。フィリングがうまくいってないんだよね。どうしようかな。あれ、あ、こっちか。ブルーベリーのこれ失敗したやつを使い切れなかった使い切れんやんかった。150度で3分10秒。150度で3分10秒。はい。ブルーベリー100とグラニュー糖200、100と100。倍だから200ずつ。だよね。うん。ブルーベリー。これだよね。このブルーベリーでいいのかな？こっちブルーベリーいるかな？でもこっち粉類だけだよね、多分。あ、おるな。いや、でもちょっと一回ブルーベリー向こうの使ってみようか。じゃあ100だけ作ろうか。倍作ろうと思ったけど。100長いなぁ。ほい。ブルーベリー100とグラニュー糖100。ほい。泡立て器で混ぜます。ほい。泡立て器で混ぜます。相変わらず怪しい光だな。で、レモン15。レモン15。はい。でんぷん20。はい。シナモンに、はい、で泡立て器で混ぜます。でフィリングが完成したはず。ん、あ、いいですね。ブルーベリーは向こうで良さそう。これなんだこれなんだっけ。美味しくなさそうな丸。チョコレート系の何か。フルーツ。フルーツ。あ、あー、失敗した方のこれだ。チェリーブレイだ。よし。
くぞ。ちょ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 よし、美味しくなさそうなのできた。よし。これはブルーベリーパイ。パイ。ブルーベリーなんとか。ブルーベリーパイ。ブルーベリーパイは何もつけないっぽいね。じゃあこのままですか。明日だそう。あ、ちょっと待って。美味しくなさそう。本当に美味しくなさそう。よいしょ。1、2、3。まだ余るんだ。150度で3分10秒。150度で3分10秒。はい、君なんだっけ？君はチェリーパイ。成功したチェリーパイ。こんな美味しそうなんだよね。何回でも言うけど。ひどい。でも出したな。これちょっとガナッシュ。これこれまた明日考えるか。ここら辺はうまくいってんだよね。あ、そっか。キャロットケーキ。キャロットケーキやろう。160度で4分。160度で4分いってらっしゃい。人参4個入れますと。人参4個。よいしょ。私は横着な人間なので、1個ずつ切りません。それとなく切れればよかろうもんなのだ。よっしゃ、行くぞ。トン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 、日野の2トン。よし、オッケー。ひまわりオイルが300。ひまわりオイルが、ひまわりだよね。これで200。
ち150だって。ひまわりオイルが300。なんか蹴った気がする。気のせいか。シナモンパウダー7。シナモンが7。はい。で、塩が2。はい。バーキング10。バーキング10。で混ぜます。これはこれで別で取っときます。で、エストニア用の小麦粉250。エストリー用の小麦粉250。はい。グラニュー糖200。はい。黒砂糖200。はい。バニラエッセンス5。よいしょ。フックで混ぜます。で、あ、そっか、これをやるとポンってぶつかって倒れそうになる事件がそういえばありましたね。よいしょ。混ぜたものを入れてもう一回フックで混ぜます。で、レーズン50。レーズンが50。卵が400。レーズン50いる？いるね。よいしょ。卵が400。卵が400で、人参。はい、ちゃんと大丈夫ですか？レーズン50、卵400、人参280、いいですね。フックで混ぜます。これでキャロットのケーキがたが、よし、いいですね。完成しましたと。そうこうしてたら焼けてますかね。ブルーベリー、雪病をなくしたブルーベリー。これはキャロット。次はアイシングするだけかな。よいしょ。よいしょ。よし。乗らへんな。こっちに乗せるか。はい。よし。あと30分。手
ティラミスはうまくいってるでしょ。で、パイもブルーベリーうまくいきました。ブラウニーも、うまくいった。パン生地うまくいってる。パンプキンうまくいってる。メープルシロップうまくいってる。これか。ザッハトルテがやっぱ一番うまくいってないの。エクレアの横がチョコチップクッキー。チョコチップクッキー作りちゃいましょうか。よし。よしじゃない。よしじゃないんだよ。よいしょ。150度で1分20秒。150度で1分10秒いってらっしゃい。じゃあチョコチップクッキー作りますか。バター100。倍作るか。バター200。バター200。黒砂糖200。はい。グラニュー糖200。で混ぜます。フックで混ぜます。バニラエッセンスは20。はい、バニラエッセンスは20。卵2個。泡立て器で混ぜます。泡立て器で混ぜます。で、栄養が強化された小麦粉が400。はい、ベーキングパウダー10。塩が4。ほい。泡立て器で混ぜます。ほい。巻きチョコレートを100入れます。巻きチョコレートを100入れます。長いな道のりが。ちゃんと100入った。本当に入ってるね。よし、泡立て器で混ぜます。はい、でこれでチョコチップ機の生地の完成のはず。いいですね、完璧ですね。あと4分で終わっちゃうね。ちょっとバターを出して、よいしょ。バター10個ぐらい買っとくか。よし、 OK。 ちっちゃいのは残りやすいね、どうしてもね。219、ちょっとスコアも良くないですね。これはハッシュタグにマッチしましたけど、やっぱホールケーキ作ってる方がいいのかもしれないね。はい、ということで本日は、よいしょ、ニューヨークシティブレッド作っていきました。
この上にとろりとかかってるソースの再現がちょっとどうやるのかわからないですけれども、まあ見つけたら、やり方見つけたらやっていこうかと思います。はい、ということで本日の営業はここまで。また次回のご来店をお待ちしております。バイバーイ。